さん中学の頃に麻雀を覚えてその頃に読んだ漫画で「あぶれもん」っていうのがあるんですけどねそのあぶれもんの主人公が麻雀ね最初勝てないんですよで勝てなくってすごい強いやつにどんどんぶち当たっていってもう悔しくてしょうがないから正月にねもうお金がなくなっちゃったんですよで河原で草食ってるんですよなんで草を食うかっていうと「あの、お麻雀の神様よ 俺マーでャン強くなりたいんだよマーャンが強くなるためだったら草でも食うぜってうか食ってるんですよでそれを見て自分の欲望に忠実になるってことはこういうことなんだろうなーっていうふうに思ったんですよねうんだからなんかねより好みをしてたり手段を選んでる間は、まあ、上り詰めることとはできないないだからがむしゃらに何か目的に向かっていく時にはね草でも食う覚悟っていうのがいるだろうなと思ったんですよ それこそなんかねネットワークビジネスとか投資の話とかを聞きに行く時には詐欺にかかる覚悟で私の場合行くんですよ詐欺にかかるんじゃないかなみたいなだから最初から詐欺を警戒しますしこれが詐欺だったらどうするって一秒一秒考えながらやりますよねだから強額な資金を投げる時にいやでも詐欺だったらなあとか思うわけなんですよだから慎重になれるんですけども信用しないってことなんですよねそこはね信用の向こうにあの詐欺がありますんで 信用さえしなければ詐欺にかかることはないのであくまでも余剰資金でちょろちょろって感じですかねうんあの利ガーの言葉もそうですけども勝たずに人生を望むことって論外なんですよね本当にシビアにいけば、うん、もしくは勝たなくても暮らしていけるようなね、うん、頼りになる人を味方に迎えるとか女の人だったらそういう人と結婚するとかって道があると思いますけどね まあ男は勝負して勝ち残らないと何も与えられてくれないんで負けっぱなしの人についていきたい人なんていませんからね草でも食うかごで行かない,といけんのかなと思いますまさに草野球って感じですね。